用のテントを買いました。バンドック、バンドックのソロティピーです。残念、ないかな。マッチがあるよ。よいしょ、初めて使うからさ、ちょっと全くもって一回も練習してないし、どうなるか分かりませんが。あ、これ何？怖い、怖い虫。頑張って組み立ててみましょう。さてさて、どんな感じ。ペグと縄と、あ、自在金具付き。ボールもいいのついてます。ファスナー正面持ってきとんかい。それ横じゃないんだ。ファスナ最後中でポール持って入ってつつかなかんねんで、三角みたいにピラミッドのように。あ、違うやないか。あれが正面にパカッと開けるんじゃ。え、どういうこと？斜めにこう上がるの。こうじゃなくてピピテン。ご飯とかするときその辺になるんやん。こうでするでしょ。まあ、こっち側は開かへんや、壁になって。ここ開くじゃん。うん、完成や、そこまで行けたら。ブーンと通っていってんけど、あれ、ここで止めるんかな、これを止めるんかな、これを止めるらしい。中に入り頂点ボールを立てて、テントを立ち上げます。それ入っとかな、無理。ブランドシートだいぶ大きい。チャックを開けて中に入り頂点ポールを当ててテントを立ち上げます。シャキーン。一番長いのが中よ。シャキーン。あ、それや。これはあれやな、跳ね上げの前日。あ、でも一緒か。いや、違う。これが中やって、先尖ってへんよ。お前、これは跳ね上げようやな、うん、こっちやな。空間確保せん。もうちょい左。こっち？うん。そんなもんじゃ。はい。んで？ピンチレーションもちゃんとついてるし。みんなし。ちょっとこれを先に跳ね上げ、押して。わあ。やっぱり初めて立てるテントって難しいね。ちょっと練習。やっぱり最新にしとかないと。次から
ウンナー弁当を組み立てる。で、どうするんだいこれ。あ、ここにカチンとするところがあって、こういう感じか。それが後ろ側に来るんやろ、ポールの後ろに。で、四隅バックルでどうやろ。引っ張り方が悪かったよ。違って、何も引っ張ってないのに、持っただけやのに、ここがもうちぎれてしまってる。何もなしでいいや。帰ってみよう。もう今日はそれつけんとしたら。つける。それでだいたい完成。こんな二人絶対無理。書いてあったから。あ、そうもできるし、片一方だけ。でもできるよってことじゃん。一緒につけて、円柱、三角。あれ動くかな。最後の入れた。2時間かかった。だからさ、一人で作ったら2時間かかるけど、2人で作ったらもっと早いやろ。で、初めて作ったやん、私一人で。だから分からへんまま作って2時間やから、もし容量分かったら1時間ぐらい、1時間もかかるか。30分ぐらいで作れるようになりたいけど。ネイチャーハイクのさ、テントは結構早かったよ。もうワンタッチみたいなもんや、あんな。だからすごい簡単やったけど、もうね、今日1日の体力をね、消耗した。消耗したよ、私。なんで、もう今から、今何時、何時言うて、まだ10時36分やん。だから今からさ、ご飯、昼ご飯の準備ちょこちょこしたりしてやったらいいよね。さあ、しましょう。だけど、こんなにちゃんと全室が作れるようになってるんやったら、これはほんまにサークルもいらんし、めっちゃいいよな。一人やったら十分な。例えば、後ろ、なんとか蚊に噛まれてない。自分も別に噛まれてない。な、蚊に登ってきたけど、でかい。してしまってからゆっくり落ち着いてお酒飲む人と別れるような。
ちタイプですか。飲みながら。こうでしょ。はい。開くと下もテーブルになります。じゃないか。ゴムが劣化するやん。もう蜂が本当に怖いし嫌い。付属でついとったやつが足りひんからさ、殺菌で怖いやろ。意外とお腹空いてきた。サントリージン、水ジンソーダ、美味しそう。スモークチーズ作ろうと思って牛乳買ってきました。見るか。アルコール龍馬生ジョッキ缶。私これ絶対大革命やったもん。発明、大発明。うまー。来た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 。すごい、やばいって。飲まない。最初ちょっと向いて空気抜かんで、あんまなくなった。だってさ、車で動いてたからかな。これなんかこういう風に手で温めたらまたわーって出てくるらしい。やっとくさ、ちょっと落ち着いて、落ち着いてきた。さあ、お米を仕掛けましょう。今日は焚き火じゃないからバーナーです。暑い、もうとにかく。サバの味噌煮缶、カレーを持ってきました。今日はカレーです。今日はカレーとお肉を焼きますが、カレー後でもいいよ。お肉とご飯でもいいしね。食べたくなったら湯を沸かすスタイルでいきましょうか。無洗米です。これさっき持ってきてるの。バナナの、じゃーん、ちゃんと持ってきてました。この固形燃料も持ってきてるから、固形燃料がさ、すごい大変なことになっとって、膨張してる。膨張どころかなんか縮んでんねん。なんか普通の入れ物に入れてたやつは膨張とかしてんねんけど、アストロプロダクツのめっちゃカッカッ、あのほらカンカンあったやん、あれにピチッと入れてたわけよ。シューンってしぼんじゃってさ、大変やねん、大変やねん。ちょっと今から見せるけど、ほら、やばい、やばくない、これシュワシュワ。こんなこと初めて。あの膨張したのは見たことあるけど、でも使わねえんじゃん。いや使えるよ、使える、色変わってる、使える使える、使います。これを2つくらい並べて自動炊飯にします。この上でしたら甘いって思えるイメージで、うん、これ2合炊けると思いますか。無理、
田がなかろう。こっちにしよう。あーいい風吹いてきた。なんかおしゃれな皿を持ってきました。うわー怖いって怖いってあんた。馬鉢馬鉢高いよ。でも取れてる、取れてるやん。もういいよ、こっちがあるなら。すごいな、この保冷バッグ意外と優秀やな。鶏肉とサバの煮込みで余ったお汁で鶏肉を煮込みます。軽く熱中症になってます。飲み物はお茶しかないよ。お茶ジュースと、うん、クランベリージュースもあるよ。めっちゃ寝た気がする。2時間くらい寝たか、1時間半か。なんか材料ボンって放り込むの。